イランの経済は移行経済で実質経済成長率に比して労働力の成長が継続的に著しく高く失業率は公式推定11%よりかなり高いものとなっている。専門家によれば年90万人の新規労働力の参入に対しては年次経済成長率5%が必要とされる。公共投資では1992年から2000年の 間で、総予算の6%が医療費、16%が教育、8%が国防に充てられている。政府支出は2000年から2004年で年率14%、さらに2007年現在で非公式推計で年率20%以上に上るインフレーションの一因ともなった。財政赤字はイランの慢性的問題であり、ガソリンを筆頭に食料など、 年400億ドル以上に達する大規模な国庫補助金の存在などがその背景にある。政府は歳入を石油に依存する状況からの脱却を目指し、自動車製造業、航空宇宙産業、家電製造業、石油化学工業、核技術など多分野への投資を行い産業の多角化を試みている。またイランは工業、観光業、情報通信技術産業分野で、 大きな潜在的可能性を持つ。2006年政府予算の約45%は石油及び天然ガス収入によるものである。GDP は購買力陛下にして6100億ドル、一人当たりにして8900ドルであった。イラン経済においてはインフォーマルセクターも重要である。以上の数字と高く緩和されても未だ小さな産業基盤であることを理由として、 国際連合はイラン経済を中心国に分類している革命前イランの経済開発は急速に進められた。伝統的に農業社会であったイランは1970年代までに目覚ましい工業化と経済の近代化を遂げた。しかしながら成長のペースはイスラーム革命直前の1978年までに急激な鈍化を見ることになる。 1979年の革命以降、イランの長期的目標は、経済的独立、完全雇用、市民の快適な生活水準の確立である。しかし20世紀末には、イラン経済は壁に突き当たることになった。革命当時に比べイランの人口は約2倍となり、全体の若年化も進んでいる。イランは、伝統的に農村を基盤に農業を中心とする、社会であったが、 農業生産は1960年代から一貫して低下し1990年代後半には主要食料輸入国の一つとなるに至る。農村部の経済的混乱は膨大な人々の大都市への流入を促した。イランの識字率及び平均寿命は地域の水準より高いが失業率もまた同様に効率であり、インフレーションは工場的に 年率20%台に達する。イラン経済は依然として石油、天然ガスの輸出に強く依存していて、若年、高学歴層への雇用機会の提供はますます困難になっており、政府はその対処に苦慮している。これは中流階級、仮想階級のイラン人の不満の高まりにつながっている。1988年、イラン・イラク戦争が終結すると、 政府は国内の通信、交通、製造業、計画中の原子力施設を含むエネルギーインフラストラクチャー、病院、学校の整備を開始、同時にこれら通信や交通の近隣諸国との連絡、調整にも着手している。イラン政府はイラン・イラク戦争後の1988年、疲弊した経済活性化を目指し、 大部分の国有企業を民営化する意向を示した。しかし、国有工場、企業の売却の進行は、父としたものであった。これは大部分は、議会内のナショナリズム勢力の反対が原因である。21世紀初頭にも大部分の産業は、国有状態のままで、2006年現在では、経済の70%が、国有部門に占められる。鉄鋼、石油化学、 制度、自動車、工作機械などの重工業の多数が公共部門によるものであり、対して、軽工業のほとんどが私有部門に属する。憲法第44条によれば、イラン経済は国有、コーポラティブ、私有の三部門より構成され、体系に基づき計画経済的な含みを持つものである。上記のような厳格な憲法解釈はこれまで適用されたことはなく、 民間部門は憲法にあるよりも非常に大きな役割を演じてきた。近年民間部門の重要性はさらに増しており2004年の憲法修正では国家資産の80%までの民営化を許容している。第4次経済開発後可燃計画は貿易部門が次の5可燃に引き継ぐためのガイドラインと要目を設定している。第一のポイントは 総合貿易を世界に拡張し、国際市場において、能動的な立場を追求することである。この達成には、相当量の輸出の拡大が必要となる。第二のポイントは自由公益地域を開発し、これを国際市場への文戸とすることである。国内においては、社会的構成の実現、及び、総合経済状態の改善が優先される。すなわち、 国内市場の調整と良好な基本的物資供給の維持である。しかしながら、後者については政府の巨大な財政赤字解消のため補助金の配分システムの改善が必要となっている。また五カ年計画は政府の義務として基本的物資及び公共サービスの価格を決定することによる経済的正当性の確保を定めている。五か年計画は他に 国家インターネットの創設、外国銀行の誘致、石油化学工業生産の年産5600万トンまでの4倍増、公共部門における5%の人員削減と年70万人の新規雇用の創出、電力需要増加に対応するため原子力技術による2010年までに6000メガワットの電力増産、 第5次社会経済開発計画が終了する2015年までの50から60カ所の工業団地の建設などがある。2025年のビジョンとして、計画は20年のうちに投資全体で3兆7000億ドルとし、うち1兆3000億ドルは海外投資によってなされるものとしている。21世紀初頭、各部門が国内総生産に占める割合は、サービス部門が最大で、 工業、農業が続く。政府予算のおよそ45%は石油及び天然ガスの収益により31、31%が税、及び料金収入である。2007年、国内総生産は、為替レートで2940億ドル、購買力陛下で7529億ドル、購買力陛下で1人当たり1623ドルであった。また、 イラン経済においては、インフォーマルセクターも重要である。以上の数字と高く緩和されても未だ小さな産業基盤であることを理由として、国際連合はイラン経済を中心国に分類している。以下は IMF の推計によるイランの国内総生産の推移表である。イランの人口は2006年に7000万人に達した。人口の3分の2は30歳未満。 指揮率は86%である。農業が国民総生産の10.7%、雇用の25%を占める。工業、製造業、建設業を含む工業部門は GDP の約42.9%、雇用では31%となる。資源産業、特に石油はイランの輸出収入の80%を占めるが、 雇用の点では一パーセント未満である。サービス部門は国内総生産の四四十六点パーセントを占めて第一位、雇用では四十五パーセントであった。また、労働人口二千五百万人に占める女性の割合は三三十パーセント。イラン人の平均年収は二千七百ドルである。国土に占める加工地の割合は約二十パーセント。主な食料生産地は カスピ海沿岸地域及び北西部の山間地帯である。北部及び西部の一部地域では雨水灌漑農業が可能だが、その他の地域では良好な作物生産のためには灌漑が必要である。農業は国民総生産の11%強、雇用の3分の1を占める。1997年までにイランの農業生産総額は250億ドルに達し、 2003年までに非石油輸出の約4分の1は農業を基礎とする産品である。イランの農業における主な障害は未発達な農耕技術、農地の可視用と栄養不足、貧弱な種子、水不足などである。高地の約3分の1が灌外地である。ザグロス山脈及びアルボルズ山脈における河川多目的ダムと貯水池の建設により、 灌漑用水量は増加している。現代化、機械化、収量及び畜産の改善、土地再配分などの諸計画により農業生産は増加している。小麦は最も重要な農産物で、主に西部、北西部で栽培される。米はカスピ海沿岸の主要産物である。他に、大麦、トウモロコシ、綿花、天菜、茶、アタバコ、果物、 ジャガイモ、豆類、野菜、飼料作物、香辛料、ナッツ及び、ナツメヤシなどがある。また畜産物では羊、ヤギ、牛、鳥、牛乳、卵、バター、チーズ、羊毛、比較などがある。他に養蜂による蜂蜜、養蚕による絹糸がある。アルボルズ山脈北陸は樹木が繁茂しており、林業が経済的重要性を持つ。 樹木の伐採は政府によって厳しく管理され、また再植林施策も行われている。カスピ海に注ぐ諸河川には酒、鯉、マス、川カ,カマス、またカスピ海では長ザメが豊富である。1979年以降、農業の主流は地球農業から商業的農業へと移行、1997年までにイランの農業生産総額は250億ドルに、 達した。イランは基本的農産物の自給率は90%に達するが、小麦と米の生産総量は国内需要を賄えず相当量の輸入が必要である。2003年までに非石油輸出の約4分の1は農業を基礎とする産品となっている。主要な輸出農産物の成果及び乾燥果物、ナッツ、比較、加工食品、香辛料などである。 GDP に占める石油部門の割合は2002年の15%から2006年には25%に増加した。これは主に原油価格の急騰によるものであるイランは、ペルシア絨毯、陶器、銅細工、真鍮細工、ガラス、比較製品、織物、木工品など、職人の手になる商品生産に長い伝統を持つ。 全イスラーム期から続くイランの絨毯織りの伝統は、未だ重要産業であり、地方における収入に寄与している。国産の綿花及び羊毛を使用する織物生産は、テヘラン、エスファハーン、及びカスピ海沿岸に集中し、2000年には、約40万人の雇用を確保している。大規模な工場生産産業は1920年代に、始まり、徐々に発達した。 イラン・イラク戦争においてイラクは多くの石油化学プラントを爆撃、アーバーダーンの製油所は著しい損害を被って生産停止を余儀なくされている。製油所の復興が始まったのは1988年、生産再開は1993年になってからである。しかしながら、戦争は輸入代替製品や軍需品を生産する多数の小規模工場の成長を刺激してもいる。 イランの主要工業製品は石油化学製品、鉄鋼、銅製品である。他に重要なものとして自動車、電化製品、通信機器、セメント、産業機械、紙、ゴム製品、加工食品、絨毯、比較製品、医薬品などがある。イランの製薬会社は55、現在年12億ドルに達するイラン医薬品市場で、 流通量の約96%を占める医薬品を生産している。自動車製造業2001年現在、イランには13の交友及び民営の自動車メーカーがあり、そのうちの2つ、すなわちイーラーンホルドローとサーイパーが国内生産総量の94%を占める。イーランホルドローは2001年において61%のシェアを持ち最大のメーカーであり、 イランにおいて最も一般的なブランドであるペイカーンを生産している。ペイカーンは2005年、プジョー405ベースのサーマンドに置き換えられた。これに対し、セーパーはシェア33%である。その他の自動車メーカー、例えばバフマングループ、ケルマーンモーターズ、キーシュホルドロー、ラニーラーン、トラクター製造、 シャハーブ・ホルドローなどは合わせても6%の生産を担うに過ぎない。これらイランの自動車メーカーは、業務用、自家用を問わず、モーターバイク、乗用車、バン、大型中型小型の隠しトラック、大型小型のバス、重量車両など幅広く生産を行っている。2006年、イランの全自動車は700万台、生産では世界16位である。 防衛産業イランの2005年の国防予算は、ロンドンの国際戦略研究所の推計では63億ドル、1人当たりにして91ドルである。イランの防衛産業は、過去25年で大きく発達、現在は多様な武器、装備を生産している。1992年以降、イラン防衛産業機構は、 国産の戦車、装甲兵員輸送車、誘導ミサイル、潜水艦、戦闘機を生産している。2006年現在、イランは、ナトー加盟国を含む57カ国に1億ドル相当武器を輸出している。建設業、建設産業の年間取引高は2005年、384億ドルに達した。1950年代初頭までの建設業を、 になったのは主に国内小規模企業である。しかし石油及び天然ガス収入の増加、金融緩和による融資の拡大により、建設ブームが弱気され、主要な国際的建設業者がイランに参入した。この成長は1970年代頃まで継続したが、急速なインフレーションのため金融は引き締められ、建設ブームは終焉を迎えた。 建設産業は1980年代中頃までには幾分持ち直すが特に大都市中心部における住宅難は深刻な問題のままである。またイランには大規模ダム建設産業がある。イラン人の70%は持ち家を所有している。エネルギー及び石油イランの石油は世界の確認石油埋蔵量のうち10%を占め、また天然ガスでも世界の15%で、 第2位の供給国である。これらは国内使用が優先される。イランは1913年以降、主要石油輸出国であった。主な油田はイラン西部のザグロス山脈の中央部及び南西部に位置する。石油については他に北部イラン及びペルシア湾の沖合にも埋蔵される。石油及びガスは国内では 水力発電とともに発電に利用される。また2008年、イランはブーシェフルで10億ドルをかけた最初の原子力発電所を稼働させる予定である。1970年代後半、イランは世界第4位の原油産出国で、石油輸出では第2位であった。1979年の革命以降、政府は石油保護の政策に基づいて、日産の原油産出量を 削減、さらに、イラン・イラク戦争における、産油関連施設への損害によりさらなる、生産低下に見舞われた。石油生産が増加に転ずるのは1980年代後半で、これは破損パイプラインの修復、ペルシア湾における新規発見の海底油田の開発によるものである。主な製油所は、アーバーダーン、ケルマーンシャー、テヘランにある。油田からはパイプラインによって、 アーバーダーン、バンダレ・マーシュール、ハールグ島などの輸出港や製油所に送られる。1990年代後半には、イラン国有の石油、ガス産業は調査採掘及び生産について、外国コンソーシアムと協定を結んでいる。2004年までに、イランの石油は、年産14億バレル、500億ドルの純益を、生み出している。また石油生産関連設備、すなわち、 タンカー、油性掘削装置、沖合の採掘基板、探査装置などの50%から80%は国内生産である。またイランは国際石油取引所と称する商品取引所の設置を計画しており、同市場では石油、石油化学、ガス商品に対し石油証券をユーロをはじめとする、ヒドル建て通貨で発行し、取引するとしている。 国内のガソリンの販売価格は2019年11月15日以前は1リットルあたり1万リアルと比較的安価に抑えられていたが同日より1万5000リアルに引き上げられた工業イランの工業は発展途上である工業生産は GDP のわずか0.6%を占めるに過ぎず他の工業関連産業を加えても4%に過ぎないこれは 特に適切なインフラストラクチャーの欠如、法的障害、炭鉱の困難、全資源に対する政府管理などが原因である。経済的収益のほとんどは、石油産業によるものであるが、全工業部門の雇用人員のうち75%は、石油、天然ガス以外の鉱山に属する。すなわち、石炭、鉄鉱石、銅、鉛、亜鉛、クロミウム、バライト、塩、 石膏、ブリブテニアム、ストロンチウム、シリカ、ウラン、カネなどで、うち最大のものはサルチェシュメの銅山複合体による、ものである。サルチェシュメは、ケルマン州にあり、世界、第2位の銅鉱脈を持つ。また大規模な鉄鉱石鉱脈が、バーフグ、ヤズド、ケルマンに近いチューブイランに存在する。全鉱山の90%及び関連大企業は、政府所有である。 政府は工業部門育成のため海外からの投資を求め、鉄および銅のみで外国金融で約11億ドルの調達を目指している。サービス部門のかなりの上昇は都市化によるところが大きい。主要サービス産業は教育を含む公益事業、商業、個人対応サービス、専門サービス、観光業などである。観光業は1980年代の イラン・イラク戦争期に急激な低下を見たが、以降継続的に再建されつつある。2004年にイランを訪れた外国からの観光客はおよそ165万9000人。大多数は中央アジアを含むアジア諸国からで、欧州連合及び北米からの観光客の割合は少ない。もっとも人気のある観光地はエスファハーン、マシュハド、シーラーズである。 2000年代初、サービス産業の成長は未だに、インフラストラクチャー、通信、規制、人員の教育などの点で深刻な限界に直面している。イラン憲法は国民に対し基礎医療の権利を保障している。2000年代初、人口のおよそ65%が任意加入の国民健康保険制度に加入している。人口の 約85%以上が医薬品購入の際の支払いに保険制度を利用するが政府は加えて薬品、ワクチンの価格を低く抑えるために制約及び医薬品輸入に際し大量の補助金を支給している。イランの健康、医療の市場総額は2002年に約2400億ドルであり2007年までに約3100億ドルに拡大するものと予測される。 1990年代の経済自由化に向けた努力にもかかわらず、経済を支配する半官半民の財団による支出を含む政府財政支出は効率を維持している。イランにおけるサービス部門の消費は工場的に GDP の40%以上であり、多くは軍事費、政府人権費、社会福祉事業費など政府関連の支出である。 社会福祉欄の社会的保護は自営業種をもカバーし自営業の場合適当と思われる社会保護を選択し収入の12%から18%の間で自発的な支払いを行う。非雇用者の場合18歳から65歳に適用されそれぞれの負担は非雇用者が賃金の7%雇用主が同20%から23%国が 同3%まで、非雇用者の支払いを補填するシステムとなっている。社会保障は、非雇用者の失業、疾病、老後、労働災害に対する保護を行う。イランでは、社会保障全般に関わる一般法は制定されていないが、イラン統計庁の推計では1996年、人口の73%以上が何らかの社会保障に加入しているとされる。 公務員、正規軍、法執行機関、イスラーム革命防衛隊は独自の恩給制度を持つ。2003年、最低基準年金は、賃金の50%とされているが、これは最低賃金を上回る額である。イランは2003年、国家予算の22.5%を社会福祉に、当ており、その50%以上を年金に支出している。 困窮者に対する福祉事業は、複数の非政府組織、また同様に30以上の個々の公共機関、ボンヤードという反官反民組織によって担われる。2003年、政府は上場性と非効率性の解消を目指し、福祉機関の統合を始めている。ボンヤードは120以上の組織の複合体であり、非課税。政府の補助と宗教的記者によって運営され、 直接イランの最高指導者に責任を負う。ボンヤードは広大な大豆及び、綿花農場からホテル、清涼飲料水製造、自動車製造、海運まであらゆるものを運営し、イランの GDP の20%以上を占める。しかしながら、ボンヤードは人員過剰活低モラルで一般に収益をもたらしていない。2007年、貧困線を割り込んだ人々は1200万人。 うち600万人は何らの基金、組織による支援も受けていない。銀行政府は、産業、農業振興の資金については、まず銀行を通じて調達する。イランの通貨単位はリアール。公定為替相場は2004年、平均して1ドル8614リアールであった。しかしながら、リアールはより効率で、非公式の市場で取引されている。百七十九年、 全ての民間銀行を国営化し、さらにイスラーム法に従って、利息を手数料と入れ替えたイスラーム銀行制度導入を発表。同制度は1980年代半ばに実施に移された。イランの銀行システムは通貨を発行し、国営、民営の全銀行を監督する中央銀行、すなわちバンクマルキャスイ・イラン。 テヘランに本店を置き全国に支店を展開する諸商業銀行、2つの開発銀行、住宅ローンを専門とする住宅銀行から構成される。国有商業銀行の取引は政府とボンヤード企業、大規模民間企業への貸し付けが支配的である。2001年、政府は銀行部門の民営化を開始、2つの民営銀行に免許を交付した。 テヘラン証券取引所では400以上の上場企業株が取引されている。2007年、イランにおける上場企業の株式時価総額は420億ドルと評価されている。通信政府は5国営ラジオ局及び5国営テレビ局を運営している。また他に多数のローカル局がある。2000年、1000人あたりのラジオ台数は252台。 テレビは158台である。また同じく電話回線は219本、個人用コンピュータは110台である。家庭用コンピュータは1990年代半ばから出回り始め、以降、インターネットアクセスのために需要が急増。現在イランは世界第4位のブロガー人口を持つ。政府の優勢電信電話省が一般向けインターネットアカウントの販売が、 開始したのは1998年のことである。2006年のイラン通信産業の収益は推計12億ドルである。交通テヘランはイランの通信網、交通網の中枢であり、多数の大博物館、美術館、宮殿複合体、文化施設が立ち、イラン産業の45%が立地する。イランの道路網は後半で、ほとんどの町とすべての都市を 舗装道路で結んでいる。2002年、道路総延長は1 6 8 5 1 2トルうち66%が舗装されている。1000人あたりの自動車台数は30台である。また鉄道も運営されており、路線総延長6 4 0 5トルである。イランの最重要輸入港は、ホルモズ海峡にあるバンダルアッバースである。輸入品は、イラン到着後、 トラックあるいは貨物列車で国内各地に輸送される。テヘラン・バンダル・アッパース間の鉄道は1995年に開業し、テヘラン・マシュハドを経由して中央アジアの鉄道網と接続している。他主要港にカスピ海のバンダレ・アンザリー、バンダレ・トル・キャマン、ペルシア湾のホンラムシャフル、バンダレ・エマームホメーニーがある。また、旅客、 貨物用の空港が数十の都市に設置されている。国営イラン航空は1962年設立、国内線及び国際線を運航している。すべての大都市にはバスによる交通システムがあり、複数の民間企業が都市間バスを運営している。テヘラン、マシュハド、シーラーズ、タブリーズ、アフバーズ、エスファハーンでは地下鉄網の建設が進行中である。 石油はイランの輸出の大きな部分を占め、2006年には469億ドルであった。石油以外の輸出はイランイスラアーム歴1386年、前年から47.2%増えて163億ドルであった。全輸入は2005年に約397億ドル、2000年の137億ドルから189%の増加である。 1950年から1978年までは、イランにとってアメリカ合衆国が経済的、軍事的に最も重大な対外関係国であり、イランのインフラストラクチャー及び産業の近代化に大きな役割を果たした。しかし1979年のイスラーム革命後、合衆国はイランとの経済、外交関係を断絶、イランからの石油輸入を禁止し、 120億ドルに上る在合衆国イラン資産を凍結している。さらに1996年、合衆国はイランレビア制裁法を可決、同法は合衆国の内外企業に年額2000万ドル以上の投資、通商を禁止した。2000年以降、医薬品、医療機器、キャビア、ペルシア絨毯は除外されている。経済協力機構構成諸国1990年代。 半ば以降、イランは南南統合として、シリア、インド、中国、南アフリカ、キューバ、ベネズエラなど発展途上諸国との経済協力を強化している。また、トルコ及びパキスタンとの取引関係を拡大、西アジア、中央アジアにおける経済協力機構と呼ばれる欧州連合的な単一市場の形成を共通の目的としている。2003年からは、 イラクやアフガニスタンなど近隣諸国の復興や経済協力などへの投資を強化した。アラブ首長国連邦のドバイでは在住イラン人がその人口比と同じく同国国内経済の約20%を扱っているものと見積もられる。資金は地元の不動産市場及び貿易市場に投資され、イランその他の諸国で必要とされる消費財供給に振り向けられる。 在外イラン人総準資産は2006年、推計でおよそ1兆3000億ドルである。2006年時点では、イランの主要貿易相手国は、中国、ドイツ、韓国、日本、フランス、ロシア、イタリアである。ごく最近になって、イランの核開発計画がイランと欧米との論争の的となっている。核開発における軍事的意図の存在が疑われたためである。 これにより国際連合安全保障理事会は同計画と関連するイラン企業への制裁を決議。国際社会におけるイランの経済的孤立性は強まっている。2019年7月7日、2015年に合意した核合意の義務の履行をさらに削減すると発表した。ウラン濃縮度を同日から規定の3.67%を上回る水準に引き上げるという。 米国の核合意からの離脱で、経済制裁が復活し、イラン経済は大打撃を受けた。米国以外の当事国である、英独仏中路や欧州連合に、状況の改善を要求し、受け入れられなければ60日ごとに、義務の削減を増やしていくと警告した。1990年代及び2000年代初には、間接的油田開発協定がいくつか、外国企業との間に結ばれた。 石油部門における買い戻し契約は例えば次のような形をとる。契約者は開発すべてを契約者の資金で行い、報酬はイラン国営石油会社から生産割り当ての形で受ける。そして所定の年限の後油田の創業をイラン国営石油会社に移管する。この時点において契約が履行されたものとされるのである。外国投資はイランにおける 不利ないし複雑な運用要件、さらには国際的制裁によって妨げられている。しかし2000年代初には、イラン政府は資産運用における規制を緩和し、自由化している。2000年代初、外国人投資家の活動はごく少数の経済部門に集中している。すなわち石油及びガス産業、自動車産業、銅山、石油化学、食品、医薬品である。 イランイスラーーム歴1372年から2007年4月20日まででイランへの外国投資は243億ドルである。イランの海外取引は2000年から2007年の間で150億ドル。これは主要契約及び個人政府双方の借款を合わせたものである。逆にイランの在外資産は2007年に620億ドル相当である。 イランの主要貿易相手国は中国、ドイツ、韓国、日本、フランス、ロシア、イタリアである。1996年、アメリカ合衆国政府は中東におけるテロ支援を理由として対イラン経済制裁を実行に移した。イランへの投資ではドイツ、ノルウェー、イギリス、フランス、日本、ロシア、韓国、スウェーデン、スイスなどの企業が活発である。 スウェーデン企業、スウェーダーラインダストリーは1990年代以降、イランの同工業開発で主要な役割を担っており、インドのタタスティールも鉄鋼部門に投資してきた。自動車ではキア、日産自動車、スズキ、プジョー、ルノー、ダイムラーベンツが、イランの自動車企業とライセンス契約を結んでいる。スイスのネスレ、合衆国のコカ・コーラ、ペプシコーラは、 応弁事業を行っている。天然ガスでは、トタル、エクイノール、シェル、ガスプロム、韓国の LG グループが活発である。石油については、イラン憲法で外国企業に対する石油利権の直接乗与が禁止されている。通信では、フランスのアルカテル、南アフリカの m t n グループ、ドイツのシーメンスが2004年及び2005年に大きな契約を得ている。 外国投資は1994年には200万ドル、2005年には42億ドルであったが2007年3月20日までのイランイスラーアーム歴1386年には102億ドルを記録した。外国が投資した80プロジェクトのうち中国を先頭とするアジアからの投資は40で最大の割合を占める。部門別では食品、飲料、タバコ、織物、衣類、 比較化学、鉄鋼、石油製品などの製造業で総額87億6000万ドルを上回る。ついで水道、電気、ガス部門で8億7483万ドル。第3位が不動産部門で4億600万ドル以上である。他にサービスへの投資は電話通信が1億9300万ドル、交通が1430万ドル。 また工業には1420万ドルである。アジア諸国は様々なプロジェクトに76億6600万ドルを投資しており、これに4つのプロジェクトに3億9000万ドル以上を投資した多国籍共同企業体が続く。ヨーロッパ企業は34のプロジェクトに関与しているが、投資額は12億ドル台を超えない。他に、 アメリカ諸国が1232万9000ドル、アフリカ諸国が400万ドル近くの投資となっている。2007年時点での外国からイランへの直接投資額残高は60億ドル、イランから外国への直接投資額残高は9億ドルである。イランは2005年以降、世界貿易機関のオブザーバーであった。イランは数年前に正式加盟国への格上げを、 初めて要求しているが、合衆国はそれ以降イランの正式加盟を一貫して阻止している。しかしながら、イランが最終的に WTO 加盟国となった場合、加入条件、中でも特に著作権法がイランにおいて遵守されることが必要となる。これにはイランにおけるビジネスや取引における大規模かつ抜本的見直しが必要であり、多くの専門家は、 現状のイラン経済には引き合わない、重い負担になると考えている。それでもイランは、数億ドルの外国投資の誘致を望み、規制緩和や輸入関税の軽減などより、良好な投資環境の整備に努め、またゲシュム、チャーバファール、キーシュ島のように自由貿易地帯の設置などを行っている。イランの電力消費は2006年、期にして11億ドルに上り、近年、 イランは世界最大のダム建設国の一つとなっている。人口7027万人労働力2870万人中熟練労働者については欠損投資 GDP の27.6%家計収入消費額における割合農産品小麦米その他穀物天才果物ピスタジオナッツ綿花酪農製品羊毛 キャビア工業生産後の微率4.8%電力の生産、消費、輸出、輸入単位は億キロワット時電力手段別、石油中イランのガソリン需要の3分の1以上は輸入による。これは国内生成能力の不足、過剰消費、密輸が原因である。天然ガス、形状収支、黒字304億7000万ドル輸出品、石油、 科学及び、石油化学製品、絨毯、手工芸品、軍需品、自動車、農産品、食品、建設資材、サービス、技術的サービス、消費財輸入品、工業原料及び中間材、資本材、食品など消費材、技術的サービス、電子機器、コンピュータ依頼の通信固定電話、2198万、携帯電話、1600万インターネット利用者、 1700万人、イランは世界第4位のブロガー人口を持つ。外貨及び金準備口、644億6000万ドル、為替レート、1US ドルに対するリアルマイナス9246.94、8964、8885、8193.89、中、イランは2002年3月に複数が合スオーバー制度を統合してから、 管理変動がわせ相場性を用いている。ありがとうございます。